オイセンハイムは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のマインジュペッサルト郡に、属す、町村である。オイセンハイムは、ビュルツブルグ地方のベルン川沿い、フランケンワイン製造地区に位置している。この町は、公的な名前を持つ7つの地区で構成されている。ゲマルクングは、アシュフェルト、ビューラン、オイセンハイム、フンツバッハ、ミュンスター、オーベルスフェルトである。 オイセンハイムという地名は人名のウゾと国ここドイツ語の単語ハイムからなる。この町は様々な古地図や資料に以下のような表記で記されている。3世紀から4世紀、ゲルマン人部族のアレマン族やチューリンゲン族が現在のオイセンハイム周辺地域に住んでいた。彼らはその後ライン川及びモーゼル川流域地方からマイン川中流域に進出してきた。 フランク人に征服された。ベルン川の谷においても同様であった。フランク人は531年に駐輪原支配域を従ってこの地域をもその国家機構に組み入れた。その後フランク人入植の第一波が起こった。フランク人はその指導者を頂点とする緊密な連合体として定着した。531年から550年までに川沿いに 彼らが建設した集落には、指導者の名前の末尾にハイムを付けた名称が付けられた。ウゾハイムの地名も同様に付けられたもので、6世紀に初めて入植がなされ、文献に記載された。12世紀から16世紀まで、貴族の本ホイスライン家がここに住んでいた。村の高台に位置する教区教会制、マルチェリーヌス及び聖ペトルス教会は1619年に、 建設された。ビュルツブルグ市教領ビュルツブルグ聖堂参事会のかつてのケラーは1803年に世俗化された後バイエルン領となり1805年にトスカーナ大公フェルディナントが創設したビュルツブルグ大公国領となったが1814年にバイエルン王国に返還された。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の 自治体例により現在の自治体が形成された。1978年5月1日に、オイセンハイムは、アシュフェルト、ビューラー、フンツバッハ、ミュンスター、オーベルスフェルトと合併して、新たな自治体オイセンハイムが形成された。市内には、カトリックの教会堂しか存在しない。シュテテン教区の主教会であるシェーナルツの、セイオッティリー教会を含め、すべての教会組織は、 ビュルツブルグ市教区カールシュタット主席主催区のバッハグルント教区共同体に属している。アシュフェルトの聖ボニファティウス教区、ミュンスターの聖マルティン教会を司教会とするビューラーの聖ニコラウス教区、オイセンハイムの聖、マルチリーヌス及びペトルス教区、オーベルスフェルトの聖ペーター及びパウル教会を司教会とするフンツバッハの聖アンドレアス教区がそれである。 1988年から2018年までの間にこの町の人口は3203人から3 1 1 2人へ93人、約2.9%減少した。オイセンハイムの町議会は16議席からなる。2020年5月1日からアヒム・ヘフリングが町長を務めている。 彼は2020年3月15日の選挙で51.8%の票を獲得して町長に選出された。前任者のディーター・シナイダーは2008年から2020年まで町長を務めた。図柄、赤字に金色の逆三角図形がはめ込まれている。逆三角図形の中に上に二輪、下に一輪、合計三輪の赤い紋章図案化されたバラの花。バラは 金のしべと銀の額をつけている。向かって、左側には2連の銀の菱形が連なる、斜め体、向かって、右は斜めに配置された銀の多くの枝。ホムブルク城市オイセンハイムの、ブドウ畑、オイセンハイマーフィルスとワイン作りは19世紀に衰退したが、1972年の高知整理後、再び盛んになった。2018年の公式統計によれば、 この町で働く社会保険支払い義務のある就労者は277人で、このうち製造業に147人、商業及び交通、観光業の就労者に37人が就業していた。この町に住む社会保険支払い義務のある就労者の数は合計1346人であった。また、2016年に52件の農家があり、 農業用地の面積は3216ヘクタール。このうち2929 29ヘクタールが工作地、218ヘクタールが放牧地などの緑地である。この町には以下の教育機関がある。ありがとうございます。